こんにちは。12月31日、今日は木曜日ですね。12月31日、2020年最後の一日となりました。平山茂と申します。名古屋は雪が降っております。現在時刻はお昼の1時。雨じゃない、雪が降っております。大丈夫ですよ。大丈夫ですからね。ちょっと地元の道を車でプラプラしております。改めまして平山茂と申します。2020年も今日で終わりでございます。そんな最後の大晦日が、名古屋は雪となりました。結構強い感じですね。積もるかどうかは分かりませんが、雪、ちょっと大粒の雪が現在降っているというタイミングでちょっと動画を回し始めました。あとはまあゆっくりちょっとね、地元を久しぶりに車で見て回りたいなっていうのもあったんで、ちょっといいタイミングかなと思いまして。いやー、大丈夫ですよ。大丈夫。いやー、見てわかると思うんですが、太りましたね。この数日で多分2キロは太ったと思います。さあ、2020年終わります。宝くじもね、もう多分今頃発表になってるはずで、当選発表みたいなのはね、またちょっと別で撮影しますので、ぜひお楽しみにしてください。もしね、当たったら、額にもよりますけれども、前澤社長のようにね、お年玉という形で皆さんにお配りしたいなと思っております。あ、思い出の小学校でございますね。何も変わってないですね。あ、ここも小3から中3ぐらいまで住んでた家ですね。あ、もうちょっとゆっくり走ればよかった。いろいろ思い出が詰まった町でございます。本当に僕はこの町で、もうすぐそこの病院で生まれましたしね。もう本当にこの辺がホームグラウンドで、まあ見る人が見たらね、分かると思うんですけど、見ても分かんないか、分かんないですね。いやー、本当にね、12月31日なんですよ。今日は2020年が終わろうとしてるんですね。まあ、今日はね、もう年内最後ということで、大丈夫だよをね、強く言いたいと。本当に大丈夫だよっていう、大丈夫ですからね、大丈夫、言っていきます。来年も大丈夫だからね。2021年も大丈夫、絶対大丈夫だから、大丈夫だからね。来年は来年で面白いこといっぱいあるから、諦めちゃダメだ。2021年楽しいからね。本当に一緒に、僕と一緒に遊びましょう。本当に、おっと、車が来た。君が下がった、すまんな、道が細いもんで。ありがとうございます、ありがとうございます。道が変わったね。ちょっと話戻そう。大丈夫だからね、2021年も大丈夫ですよ。本当に大丈夫だから、絶対本当によろしくお願いしますよ。面白いこといっぱいありますから。いや、皆さん本当に良いお年をですよ。もう明日は2021年ですからね。もうね、本当に昨日も言いましたけど、切り替えていきましょう。切り替えてリセット、リセット。もう2021年です。2020年のデータは、まあ、保存もしくは削除しちゃいましょう。そしてね、2021年新しいデータを書き換えてね、上書きしていきましょう。容量はね、もう何この道、
容量は無限ですよ、人間は。何が言いたいのかよく分かりませんけどもね、楽しんでいきましょう。本当に楽しいな。なんか地元の道を車でぐるぐる走ってるだけですけど、ここはこの時間は曲がれるね。よし、あれ道が変わりすぎてね、本当にこのうちの地元にいきなりこう高速道路がズドンって走ったり、かん、まあ、名二環っていうんですか、名古屋環状2号線っていう多分名前だと思うんですけども、がズドンとこう走ることになりましてですね、今までこう歩いてた道がもう完全に高速道路で塞がれてる状態なんですよね。これあっち側にもう普通に歩いていけたはずの道がもうどうやって行っていいのかよくわからない、完全に変わってしまって、どうやって家に帰るのかがもうわからない、ということで全然話はまとまってませんが、また来年もよろしくお願いいたします。2021年もよろしくお願いいたします。まあ、2020年最後の大丈夫だよはこんな感じで終わりたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。そして、来年2021年もよろしくお願いいたします。大丈夫だよ、大丈夫。ということで皆さん、また来年よろしくお願いします。ありがとうございました、ありがとうございました。そしていい夢を見てください。夜更かしすると思いますけれども、ぜひいい夢を見てください。僕も頑張って家に帰ります。これは違うよね、どうやって帰る、マジでわからん。いや、こっち道ない、道がない。すごい、マジでどうやって帰るの、もう渡らないことには帰れない、ね、でも大丈夫か、大丈夫大丈夫ね、大丈夫大丈夫。